嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週木曜都市伝説のコーナー。うーん、それほら今日は京平さんが都市伝説持ってきたみたいで、おー珍しいね。司会をするっていう、めずいね。不安ですけどね。確かにな。任せてちょうだい、うん、今日は任せてちょうだい。今日は任せてちょうだい、任せてちょうだい。てか黒ない黒何があったお前。どうも、シャバネゴキブリです。そりゃそうだ、そりゃそうだ、そりゃそうだな。笑いが止まらなかったね。帰ってきてから3日ぐらいはもう顔を見て笑いだった。笑っていいともで、笑っていいとも、女性の声が入ってしまう番組史上最大の心霊現象が起きた。大丈夫です、これ。かかって、こんな入り方したことあるんです。はっきり言うタイプだ。この現象は1993年タモリとウッチャナンチャンが司会をやってるコーナーがあってさ、そのコーナーに一通のお便りと CD が送られました、うん、視聴者が。便りによると、この CD にはビーズのリスキーという曲が入ってます。でもなぜか僕のこの CD だけプレイヤーの音量が勝手に変わったり、聞くたびに内容変わったり、しまいにはプレイヤーの電源切れない。そんなもん送ってくんなや。怖いよね、マジで。ねえ、そんなもん送ってくんなや。怖いよね。まあ、実際に聞くんですね、そのコーナー内で。なぜか初めの10秒だけ音が何もない、かけてるの。生放送で。うわ、生放送ってのが怖いな。そうそうそう。で、その数秒後流れるんだけど、音楽が、うん、明らかに音源と違う音楽が流れる。マジ？で、しまいにはちゃんと怖いじゃん。ちゃんと怖えな。ちゃんと怖えよ、これ。マジ怖えな、ちゃんと怖えよ。なめテンションがもう間違えてた。あー、わーじゃなかった。で、そう、あ、わーじゃなかった。で、そう、しまいには女性の声が入ってしまったんですね。ちょ、一気に急に長尾に違う違う違う、怖い感じだと思って。これビーズの声すんの？ビーズの声すらあんまりしない。何そいつは。この動画見たい、君たち見れる。実際にあるんです、YouTube。マジで？そう。まあ、動画には載せられないです。そう、うん。だけど、まあ、まあ、個別に調べれば出るんです。そうそう、調べれば出ます。そんな簡単に見れるんか。怖え。見たい？どう？見ましょう。見ます？見ましょう。怖いよ。いい？あ、じゃあ見ないです。あ、見よう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 。はい、始まんない。見よう見よう見よう。もういいや。ダメダメダメ。怖い。怖い。怖い。違う違う。怖いな。いや、動画なんだよ。見よう見よう見よう。はい、はい。レッツゴー。俺とターボーから行きますね。よし、行っていこう。ほんとだよ、うん、カウントが始まってんの、音が何今。へぇ、なるほど。いきなりオルゴール。え、こんな曲なの？リスキーって。違う。え、違うんだ。全然違う、全く違うんだ。そう、なんで二の腕を掴んでくるの。怖い。うわぁ、キンマキンマ。あれ、もうやばいよ、これ。やばいっしょ。これやばいっしょ。急に？いや、もうずっとだよ、ずっと。そうそうそう、ちっちゃい声でうーみたいなこと言ってて、41の時にバカでかい声ですよ。うーみたいな。聞いちゃいけないやつってもう体がもう分かっちゃう。マジで？オルゴールみたいな。なんでレイってああいう声なの？ね、俺らの動画に入ってるのああいう声じゃん。うん、めちゃめちゃ似てる。俺もこれじゃん。うん。え？やばくない？いきなり来るね。うわー、声うわーか、うわ、といった所存でございます。所存だ。はい、これが送られてきたってこと。そう、これが送られてきたんです。怖い現象みたいなのを生放送でなんか多くの人と共有するってなんかヤバそうじゃない。うん、ああそう、生放送でこれが流れてしまう。えぇ、ー、え、何、売れてるね、売れてる。ほんとだ。え、さっき売れてなかった。これやばいやばいやばい。え、なんで揺れる、なんで揺れる。しっかり起きてるよ、うん、と思った。
起きそうじゃない、うん、やばいよ、これちょっと結構早く終わらせた方がいい、結構早く終わらせた方がいい、もう早くさ、行っていい、めっちゃ動いてる、あと動…ね、え、なんでずっと動いてんの、ちょ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 、止まるタイミングがあるのになんで動く、うん、そう止まるタイミングがあるな、止まってない、そう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 、ほら、ほぼ動いてないの、うん、いや、早くしよう、この CD のこの現象、これで終わりじゃないです、え、まだあんの、この年の年末急ごう、うん、同じコーナーでこんなことが今年あったよねみたいな感じで紹介されるんですよ、同じ CD を、で音響さんによると、あの1回目の放送の後聞き直したところ、さらにまた別の声が入っていたと、放送とは内容がまた変わってる、また変わってると、その動画があるんで、マジか、年末の動画も、いやもう今日ちょに怖くて見たくないな、これやばいよね、この放送事故、よし、じゃあ俺なんか結構やばいと思う、全然笑ってないから、怖すぎて全然、うわっ、これもちろん俺いいわ、俺やめるわ、ああもうほんと無理しないで、気持ち悪い、気持ち悪いよ、きついから、あ、もういいわ、ほんとそんな感じ、ちょっと聞かせて、何分、結構気持ち悪いわ、ちょっと止めて、ビーズの CD なんでしょ、これが、そう、これがビーズのリスキーっていう CD なんだけど、意味が分からん、そんな、こんなことなってた、2回目はなんか大きめの声で歌いだしたの、うん、また変わってるんだよね、内容もね、で、この声の正体が実は判明するんです、数年後に、そう、マジ2チャンネルで、いいとも昔こんなんあったよねっていうスレがあったのね、うん、スレが、そこでハイノケイジさんのニジウムっていうホラー音楽、それに似てるんじゃないかっていう投稿があったの、うん、あ、そうで別の人が聞いたところ全く一緒じゃないかってなったの、うん、だからこの正体はほとんど確定でハイノケイジさんのニジウムであろうっていう説が流れてるんです、ニジウムってどういうこと、っていう曲という曲、曲名だ、どういう字、にじむっていう漢字と、はいはい、血がにじむのにじむ、アリってこのユウってあるじゃん、優勝のユウみたいな、アリって字、優勝のユウ、有能のユウだ、うん、優勝のユウではねえぜ、優勝のユウではないか、優しい、そうそうそう、違う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 、バカだな、あれとむ、あ、うん、じゃあで、にじむ、にじむがありなしみたいな、そんな感じなの、そう、そういうのになったな、で、この音楽も一応あるんだけど、YouTube 上で聞く、あ、これは聞きたいよ、おぉ一緒、うん、似てる、めっちゃ似てる、ゲロ吐きそうな人、マジで、まあ、きついわこれ、で、じゃあこれが曲、この曲だったってこと、そう、だから番組側のやらせじゃないのか、うん、番組が加工して、あ、それから視聴者が加工したものを送ってきていたずらなのか、そういう声が多かったんだけど、よう考えてる、そんな加工になったらさ、聞くたびに内容変わるとかある、同じ CD だし、ね、違う声が入ってくるとかある、本当だ、ないでしょ、やらせだったら、それ以上喋るのやめよう、聞いて、ちゃんと怖いね、やめてちゃんとというかもう一番怖い今までの年だから、確かにそうだよ、そうだ、だからまとめますと、聞くときに声が変わるのおかしいよ、そうだし、ね、いたずらでホラー音楽を入れてしまったけども、実は本当に本物の幽霊の声が入ってしまったかもしれません、信じるか信じないかはあなた次第です、やべえ、ミスター、ミスター、最後ミスター、なんだよ、誰だ、なんだ、最後最後言ってるけど、その前もあなた次第、あなた次第、やってしまった、どちらの手前でつまずいて頭から落ちる、いやでもね、ほんと気持ち悪い、これは、あ、これ不気味すぎる、マジでマジ気まかった、気持ち悪いわ、動いてるね、すっげえ、いや、俺絶対これ声やばいと思う、うん、俺もなんか入ってる気がする、過去2、3位に入るぐらい嫌な感じでした、うん、都市伝来だってこれね、そう、ホラーじゃないんだ、なんかホラーの人、うん、SD みたいな、やめてください、ここまでごめんなさい、ちょっとガッツすぎたかな、みんなはね、見てるから面白いかもしれないけど、この後俺らも気持ち悪いんだよ、そうだ、いつもあのホラーナイトもそうやけど、気になる方は自分でいろいろ調べてその動画見てみればいいと思います、いや、本当に怖いから、でも本当に怖いんで、うん、夜中一人とかはマジでやめた方がいい、かっこいいじゃん、笑っていいとも一番怖い、うん、それどころか都市伝説界で一番怖いかもしれない、いや、あるよ、またね、持ってくるんで、怖いやつ、ぜひぜひまたね、やりましょう、これ持ってくるんで、またね、怖いやつね、イエイ、拍手、素晴らしい、ありがとうございます、どう、どうだった今日も、俺いいでしょ、グッドでしょ、あ、オッケー、グッド、100点いただきました、ありがとうございます、拍手が長かったんだから、こう締めようよ、あ、そっか、それか、待ってた、回ってるんだ、頭、じゃあもう一回やるか、それ、いや、もういいわもういいわ、ハハ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